おはようございまっちょ、フォルテです。本日は音大じゃなくても音楽は学べるなんか選挙みたいになってしまいましたね。音大じゃなくても音楽は学べます。嘘です、そうです、嘘ですじゃないです、本日の動画は音大じゃなくても音楽は学べるよというね、動画です。僕は愛媛大学教育学部音楽科を卒業しています。音楽の先生の教員免許を取って卒業したんですけども、そんな僕でも音楽を続けることができた、そして好きなだけ勉強できた、コンクールも挑戦してきた、そして今ピアニストとしても活動してるっていうね、僕が、どうやってその大学生活を送ってたのかについて話していきたいなと思いまっちょ。この動画は音大に行こうか行かまいか迷っている方や、音大の方でも、どうやってフォルテって音楽勉強しとったんって思ってくれた方や、あとはみんなに向けた動画です世の中すべての全員、人口63億人に向けた動画です。まず僕は愛媛大学教育学部に入学して、1年間はほとんど音楽の勉強をしておりませんでした。レッスンとかも全くなかったです。1年生の後期から初めてレッスンみたいなのね、ピアノのレッスンみたいなのが入ってきたんですけども、それもほとんどレッスンではございませんでした。みんなでね、集まってわーいって音楽をね、披露しようみたいな感じで、専門性としては少しかけ離れていました。しかし2年生からきちんとしたレッスン等を受けることができました。1年生の間は共通教育といったね、みんな誰でも、どの学部の人でもね、みんな一緒に授業を受けるみたいなね、授業が多かったです。そうですね、なんか例えば、保育の授業だったり、あとはなんか健康とか、いろんなね、授業がございました。僕は大学1年生の頃からコンクールとかを受けようと思ってね、ピアノを弾いてました。で、大学1年生の冬に日本クラシック音楽コンクールっていうので優勝しました。まあ1位なしの2位っていう形で最高位だったんですけど、優勝ではないかもしれないですね。で、それは音大生とかもいる部門でした。で、なんで僕が勉強を続けてこれたのかというと、やっぱり習いに行ってました。1週間に1回までは言わなくても、まあ1ヶ月に1回は最低ピアノの先生に習いに行って、で、外部の先生ですね、大学以外ので、ずっと習い続けていました。ピアノある程度曲ができたら先生に持って行って聞いてください、うん、素晴らしいと言われながらね、ずっと続けていました。で、そんなこんなでずっと長くピアノやってました。さらに大学1年生の時にはバイトにもハマりました。バイトに没頭したりとかね、好きなこととかを好きなだけやりました。でもピアノは1日10分とか、まあ、ほんのちょっとだけでもね、触ったりするようにはしていました。で、なんでその触り続けることができたのかというと、コンクールっていうのに出てみました。やっぱり、僕はテクニックを落としたくないっていう思っていたので、大学生、普通の大学生だったんですけども、音楽大学のコンクールに、受け続けていました。まあ僕がただ単に音楽大学の人たちに負けたくないっていう気持ちがその時はあって、で、まあ今考えると、まあ単純な動機です、不純です、音大生に勝ちたいぞみたいなね、不純な動機しかなかったんですけど、その受けるっていうことによって、やっぱりコンクール代もかさむし、みんなの前で弾かないといけない、上手い人がいる中で弾かないといけないっていう環境にやることによって、コンクール前になるとやっぱり自分の中でも自然と焦りが出てき、弾かないといけない、弾かないといけない、普通の大学で友達もたくさんいる中、誘惑も多い中、弾かないといけない、弾かないといけない、ずっと思ってました。でもバイトとかしてたので10分とかになることもありました。まあそんな感じでずっと勉強を、音楽の勉強を続けてたんですけども、大学2年生、3年生、4年生もね、そんな感じで続けていました。で、2年生からは結構専門的な音楽も増えてきて、合唱とか吹奏楽とか以外にも、例えばコンダクター、指揮、パーパラ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 パーパラ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 パラパーみたいなね、か、おーみおばっぺー、声楽とか、あとはドミソファミファソラシドドシソラソミファソミファミレ、あれそう、あれ、楽天の授業とか和声とか交流文献とかソルフェージュとか、あとは編曲とか、作曲入門みたいなね、
編曲の授業とかもいろいろありました。そしてさらに初めての音楽史みたいな感じの大きい教科書をね買って、音楽史の授業とかも受けました。やっぱりね、音楽大学とかと比べると僕が勉強したっていうのは、まだ音楽大学生がこのぐらい勉強したんだったら僕はもしかしたらここぐらいかもしれません、その大学で勉強したことは。でも先生はきちんとした先生だったので、ちゃんとしっかり全部教えてくれてたと思います、変わらずね。で、やっぱり音楽大学と違う面ではやっぱその音楽の授業が結構どちらかというとフリーです。優しくみんなワイワイというか、みんなでやろうみたいな、どちらかといったらみんなで頑張って解こうみたいな教育学部だったので、みんなを使って一緒に何かの問題を解決しようみたいな課題が多かったです。例えばこの課題をしてきてくださいってなったら、グループを作ってみんなで来週発表みたいな感じのね、企画というか課題が多く、まあこれも教育学部ならではかなとは思うんですけども、結構ね楽しかった思い出があります。そしてやっぱ授業も専門的なんですけど、踏み込みすぎないというか、いい意味で教員になることが前提とされている人が多かったので、まあ学校の現場で使えるようなネタとか、学校とかの授業中に使えるような先生の切り返し文句とかっていうのも結構教えてもらいました。そしてやっぱよく学んでたのは、音楽の授業中に起こる、事例、例えばこういう問題が起きました、解決してくださいみたいなね課題とかが多かったです。音大の方とかだとどちらかというとそういうのは音楽教育に当たるので勉強をまあすることもできると思うんですけど、っていうよりもどちらかといったら、ストラヴィンスキーのなんとかのなんちゃらなんちゃら僕は研究してますとかね、スクリャービンのなんちゃらなんちゃら僕は研究してますみたいなね、僕の音楽大学だった友達たくさんに聞いてもやっぱ結構そういう授業が多かったと言ってます。そしてやっぱ音楽大学では聞く分にはというか調べた分、そして聞いた分にはやっぱり新曲思想とか、どちらかといったらソルフェージュ能力とかアンサンブルとか室内楽とか、本当にねコアな、授業が多いかなと思います。だけどピアノというものはどちらかといったら先生さえいれば学び続けることはできます。ピアノは弾かないと結局上手にならないし、まあ音楽大学でもそうなんだけど、音楽大学は研究とか専門的なものを調べることが好きなだけできる可能性が高いっていうのと、あと環境が素晴らしいっていうのなんですけど、僕の大学はどちらかといったらそうではありません。もちろんその多分資料の数で言ったらたくさんあったんだけど劣っていると思います。あるんだけどみたいな、その例えばもう本当にコーナーのやつを研究しようとした時にもしかしたら困るんかもしれん。だけどピアノを上達というか、あなたが例えばピアノが上手になりたいだったら普通の大学でも習ってれば絶対続けることはできます。あと僕の行ってた大学は普通の大学生の仲間、どちらかといったら大学卒業後は就職勉強をするとか大学院に行くとか、まあほとんどの方が9割以上ぐらいが就職するんですけども、まあ工学部の友達とかいろんな友達ができました。外国の方の友達とか、サッカーが好きな友達とか、スポーツが好きな友達とか、あとは筋肉マッチョの後輩とか、まあ、いろんな仲間ができました。そういう面で、僕のピアノだけでない自分のその価値というか、僕はピアノ以外でもみんなから必要されてるんだと改めて感じることができたりとか、音楽以外の自分に自信を持つことができたのが愛媛大学が僕は初めてです。それまではやっぱ音楽しか勉強してこなかったので、僕は音楽ぐらいにしか価値がないんだと思ってたんですけども、愛媛大学、国立大学、普通の大学生になったことによって、初めて自分の価値、僕はピアノ以外にも価値があったんだと、友達とかの関係でね、そういうことを思うことができたので、自分の人生としてはマインドはプラスになりました。僕は本当に愛媛大学に行ったことによって、音楽以外の価値を見出すことが自分でできたので、本当に良かったかなと思います。だからこそ、ピアノをね、ずっと続けてくることができました。嫌いならず、今でも触るというか、触るじゃおかしいな。今でも触り散らかすぐらい、ずっとピアノ弾いてます。てなわけで、
愛媛大学の僕が勉強したことに関しては指揮法、和声、ソルフェージュ、あとはまあアンサンブルとか合唱とかミュージカルとか、まあ音楽に関することは基本的に全部勉強しました。でも音大と比べたらやっぱ室内楽とか伴奏法とか、まあそういう本当にコアな、音楽専門系の勉強とかはできませんでした。ですので、まあピアノだけが上達したいって方だったら全然普通の大学でピアノを習い続けとけば絶対上達できるので、そういう方にはおすすめです。愛媛大学教育学部の、こんだけ大学一落かして大丈夫か分からんけど、愛媛大学教育学部いいところなので、ぜひまた興味持ったら行ってみてください。あでね、やっぱその教育学部の音楽っていうのが今どんどん年々なくなっていって、今は愛媛大学も人数が少なくなってしまいました。で、募集人数ももう4人しか今いません。今までは10人単位とかで行ったんですけど、今はもう4人とかしかいなく、全国の教育学部音楽が今そういう時代になってきています。ですので、みんな教育学部音楽興味持ったらオープンスクール行ってみてください。結構みんなピアノも上手ですよ。ちゃんとやってます。オープンスクールとかではね、ピアノを弾いたりとかしてる人がたくさんいるので、それを聞いてみてください。きちんと勉強できる先生も、いい先生、いい友達、音楽が上手な人、たくさんいるので、ぜひ行ってみてください。それでは、グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョ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